缶紐。缶紐について。僕の母の実家は長野の山奥。新州新町ってとこから奥に入ってたとこなんです。僕がまだ小学校3、4年だったかな。その夏休みに、 母の実家へ遊びに行ったんですよ。そこは山と田んぼと畑しかなく、民家も数軒。交通も、村営のバスが朝と夕方の2回しか通らないようなとこです。そんな何もないとこ、例年だったら行かないんですが、その年に限って仲のいい友達が家族旅行でいなくて、 両親について行きました。行っては見たものの、案の定何もありません。デパートやお店に連れて行ってとねだっても、一番近いスーパーでも車で一時間近くかかるため、父はせっかくのんびりしに来たんだからと連れて行ってくれません。 唯一救いだったのは、隣の家に、僕と同じ年くらいの男の子が遊びに来ていたことでした。あの年頃は、不思議とすぐに仲良くなれるもので、僕とイ、仮にケくんとします。僕とイは一緒に遊ぶようになりました。遊ぶと言っても、そんな田舎でやることは、 冒険ごっこと近所の探検くらいしかありません。一週間の予定で行って、確か三日目の夕方くらいだったと思います。午後三時を過ぎて日が落ち始める頃。夏とはいえ、西に山を背負っていることもあるのでしょうか。田舎の日暮れっていうのは早いもんです。 僕とケイは今まで入ったことのない山に入って行ってみました。はじめは人の通るような道を登っていたのですが、気がつくと獣道のような細い道に入っていました。あれなんだろう ?K が指さす方を見ると石碑が立っていました。 里で見る、同祖神のような感じで、50センチくらいだったでしょうか。だいぶ、雨風にさらされた感じで、苔むしていました。僕は、ケイトをよく見ようと、手や落ちていた枝で、苔や泥を取り除いてみました。やはり、同祖神のような感じでしたが、 何か感じが違いました。普通の同祖神って男女二人が仲良く寄り添って彫ってあるものですよね。でもその石碑は四人の人物が立ったまま絡み合い、顔は苦悶の表情。そんな感じでした。僕と K は薄気味悪くなり、行こう。 と立ち上がりました。あたりもだいぶ薄暗く、僕は早く帰りたくなってしまいました。何かある僕が K の手を引いて歩き出そうとすると、K が石碑の足元に何かあるのを見つけました。 古びた4センチ四方くらいの木の箱が半分地中に埋まって斜め半分が出ていました。何だろう。僕は嫌な感じがしたのですが、K は構わずに木の箱を掘り出してしまいました。取り出した木の箱はこれまた古く、あちこち腐ってボロボロになっていました。 表面には何か布のようなものを巻いた跡があり、墨か何かで文字が書いてありました。当然読めはしませんでしたが、何かお経のような難しい漢字がいっぱい書いてありました。なんか入ってる !K くんは箱の壊れた部分から、 何かが覗いているのを見つけると引っ張り出してみました。なんて言うんですかね。ビロードって言うんでしょうか。黒くてツヤツヤとした縄紐みたいなので言われた腕輪みたいなものでした。直径10センチくらいだったかな。輪になっていて、 五箇所が石のようなもので止められていました。石のようなものはまん丸で、そこにもわけのわからん漢字が彫りつけてありました。それは、とても土の中に埋まっていたとは思えないほどつやつやと光っていて、気味悪いながらもとてもきれいに見えました。これ、俺が先に見つけたから、俺の。 ケイはそう言うと、その腕輪を何とか腕にはめようとしました。やめなよ僕はとても嫌な感じがして、半泣きになりながら止めたのですが、ケイはやめようとしませんでした。ケイケイが腕輪をはめた瞬間に、奇妙な鳥、猿、 の妙な鳴き声がし、山の中にこだましました。気がつくと、あたりは真っ暗で、僕と景は気味悪くなり、慌てて飛んで帰りました。家の近くまで来ると、僕と景は手を振ってそれぞれの家に入っていきました。もうその時には、 君の悪い腕輪のことなどを忘れていたのですが、電話が鳴ったのは夜も遅くでした。十時を過ぎてもまだだらだらと起きていて、母に早く寝なさいと叱られていると、ジリリリリーンと、けたたましく昔ながらの黒電話が鳴り響きました。 誰や、こんな夜更けに。じいちゃんが、ぶつぶつ言いながら、電話に出ました。電話の相手は、どうやら、けいのお父ちゃんのようでした。旗から見てても、晩酌で赤く染まったじいちゃんの顔が、さーっと青ざめていくのがわかりました。電話を切った後、 じいちゃんがえらい勢いで寝転がっている僕のところに飛んできました。僕を無理やり引き起こすと、ええ、お前今日どこそ行きよった裏行きよったんか山登りよったんかじいちゃんの剣幕にびっくりしながらも、僕は今日会ったことを話しました。 騒ぎを聞きつけて、台所や風呂から飛んできた母とばあちゃんも、話を聞くと真っ青になっていました。ああ、まさか、かもしれん。迷信じゃなかったの僕は何が何だかわからず、ただ呆然としていました。父もよくわけのわからない様子でしたが、 じいちゃん、ばあちゃん、母の様子に、聞くに聞けないようでした。とりあえず、僕とじいちゃん、ばあちゃんで、隣の K の家に行くことになりました。じいちゃんは、出かける前に、どこかに電話をしていました。何かあってはと、父も行こうとしましたが、母と一緒に留守番となりました。 ケイの家に入ると、今まで嗅いだことのない嫌な匂いがしました。埃りっぽいような、酸っぱいような。今思うと、あれが、死臭というやつなんでしょうか。おいケイしっかりしろ奥の今からは、ケイの父の怒鳴り声が聞こえていました。 じいちゃんは断りもせず、ずかずかとけいの家に入っていきました。ばあちゃんと僕も続きました。今に入ると、さらにあの匂いが強くなりました。そこに、けいが横たわっていました。そして、その脇で、けいの父ちゃん、母ちゃん、 ばあちゃんが必死に何かをしていました。ケイの家はじいちゃんがすでに亡くなっています。ケイは意識があるのかないのか、目は開けていましたが焦点が定まらず、口は半開きで泡で白っぽいよだれをダラダラ垂らしていました。よくよく見ると、 みんなは、ケイの右腕から何かを外そうとしているようでした。それは紛れもなく、あの腕輪でした。が、さっき見た時とは様子が違っていました。綺麗な紐はほどけて、よく見ると、ほどけた一本一本が、ケイの腕に刺さっているようでした。 ケイの手は腕輪から先が黒くなっていました。その黒いのは見ていると動いているようで、まるで腕輪から刺さった糸がケイの手の中で動いているようでした。かんひもじゃじいちゃんは大きな声で叫ぶと何を思ったか ケイの家の台所に走って行きました。僕はケイの手から目が離せません。まるで皮膚の下で無数の虫が這い回っているようでした。すぐにじいちゃんが戻ってきました。なんと手には柳葉包丁を持っていました。 何するんですか止めようとする K の父ちゃん母ちゃんを振り払って、じいちゃんは K のばあちゃんに叫びました。腕はもうダメじゃ。まだ頭まではいっちょらん。K のばあちゃんは泣きながらうなずきました。じいちゃんは少しためらった後、包丁を K の腕に突き立てました。 悲鳴を上げたのは、K の両親だけで、K は何の反応も示しませんでした。あの光景を、僕は忘れられません。K の腕からは、血が一滴も出ませんでした。代わりに、無数の髪の毛が、ゾワゾワと、傷口から外にこぼれ出てきました。 もう手の中の黒いものも動いていませんでした。しばらくすると近くと言ってもかなり遠いのですがお寺から坊様が駆けつけてきました。じいちゃんが電話したのはこの寺のようでした。坊様は刑を寝室に移すと 一晩中、毒鏡をあげていました。僕も、K の前に毒鏡をあげてもらい、その日は家に帰って、眠れない夜を過ごしました。次の日、K は顔も見せずに、朝早くから両親と一緒に帰っていきました。地元の大きな病院に行くとのことでした。 じいちゃんが言うには、腕はもうダメだということでした。頭まで行かずに良かった。と何度も言っていました。僕は、缶紐についてじいちゃんに聞いてみましたが、教えてはくれませんでした。ただ、髪。 かぶる、も、と書いて、かんひもと読むこと。あの同祖神は、悪という名前だということだけは、ばあちゃんから教えてもらいました。古くから伝わる、まじないのようなものなのでしょうか。それ以来、じいちゃんたちに会っても、聞くに聞けずにいます。 誰か似たようなものをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。あれが頭まで言っていたらどうなるのか。以上が僕が缶紐について知っているすべてです。 見覚えのある男。オカルト系ではないんですが、自分が体験した話です。7年くらい前の話なので、記憶が曖昧なところがあり、ディティールが間違っているかもしれませんが、大体、こんな感じです。当時、 ふるさとを離れ、ある会社の寮に入っていた。寮は会社の近くだったが、毎日残業で遅くなるため、帰宅後に服を着替えて、夕食を買いにコンビニに行くのが日課となっていた。4月のある日、その日もいつものようにコンビニで買い物を終え店を出ると、 中年の男に呼び止められた。怪しいものではないことをアピールするためか、免許証らしきものを見せながら、金を貸してくれ、と言ってきた。詳しいことは忘れたが、大島で行かないといけないが、電車賃がない、と言っていた。ちなみに、 最寄り駅から大島で所要時間1時間、運賃1500円くらい。風貌といい、言動といい、気味が悪かったが、本当に困っているような感じもしたので、ちょうどポケットに入っていた釣り線を渡した。金を返すために電話番号と住所を教えてほしい。 と言われたが、三百円ほどだったので、あげると言ってその場を去った。それから一ヶ月が過ぎた頃、いつものようにコンビニで買い物を終え店を出ると、後ろから声をかけられた。振り返ると、あの男が立っていた。 また同じように、金を貸してくれと言ってきた。どうやら、こちらのことは忘れている様子。少しでもこの男の言うことを信用してしまった自分自身と、同じ人間を二度も同じ手口で騙そうとするその男に腹が立ったので、無視して走って逃げた。 さりぎわに罵倒を浴びせられた気がするが、聞き取れなかった。仕事に暴殺され、そんなことなんかすっかり忘れてしまっていた9月。仕事を休んで、免許更新センターに行くことに。手続きを終え、免許証が交付されるのを待っているときに、 ある写真が目に入った。なんか見覚えがあるなぁと思いながらしばらく眺めていて、はっと気づいた。あの時の男だった。新しい免許証を受け取り、寮へ帰る道すがらどうしようか迷ったが、とりあえず 交番に相談することにした。というのも、あの男が写っていた写真とは、指名手配写真。殺人事件の指名手配写真だったから。翌日、自信はあったものの、本当にあの男が指名手配写真と同じだったか。 仕事中ずっともやもやしていた。いつものように残業を終えて寮に帰ってテレビをつけると、ちょうど特番の時期だったので、指名手配者を取り上げた番組をやっていた。しかも、すごく奇妙な偶然だが、テレビをつけたちょうどその時、 その殺人事件のことを取り上げていた。これには鳥肌が立った。その番組の中で長年その男を追っていて、その男のことを熟知しているという刑事が出てきた。男がどんな逃亡生活を送っていると思うか尋ねられたとき、 刑事が言った一言で同一人物だと確信を持った。人の善意に寄生して生きているだろう。コンビニの近くで金を貸してくれという男にはくれぐれも気をつけてください。その男は殺人事件で 指名手配されているかもしれません。